米沢ゆいは東京を生まれ名古屋育ちのバレリーナ。2010年秋から東京の新国立劇場バレエ団に所属する。現在の階級はプリンシパル。演出家、竹内俊晴の娘として東京に生まれる。両親は共に再婚で、米沢は母親のせいだった。3歳の頃、名古屋市に移り住み、間もなく塚本洋子バレエスタジオで習い始めた。 2003年2月、愛知宿徳高校1年生の時、ローザンの国際バレーコンクールの決勝に進出した。入賞は逃したものの、この時、ジゼルのバリエーションを指導したモニクルディエールは、米沢の踊りについて、日本人には、難しい歌所を自由な表現で、演目に忠実に、ジゼルを解釈していると評した。翌2004年3月、第61回。 東京新聞全国舞踊コンクールジュニア一部一位。この時の2位は、小野彩子であった。同年7月、バルナ国際バレーコンクールのジュニア部門で、女性第一位となる。帰国後は、地元名古屋で、愛知芸術文化センター企画のダンス公演に出演した。2006年6月末、4年に一度開催される、USA 国際バレーコンクールのシニア部門で、女性銅メダルを受賞。 これをきっかけに、米国のサンノゼバレエ団と契約した。サンノゼには2010年夏まで4年間在籍し、くるみ割り人形やコンテンポラリー作品のセプテンバーなどで主役を踊った。2010年秋、デビット・ビントレイ監督下の新国立劇場バレエ団に移籍し、ソリストとして入団。その理由について、一挙手一投足の表現を研ぎ澄ませる。 厳しさに身を置きた、買ったためと述べている。2011年11月、ビントレイによる新製作、パゴダの王子で主役桜姫に抜擢される。翌2012年5月には、白鳥の湖で活躍、オデット、オディールを踊った。2012年秋から、ファーストソリスト。2013年2月に、ジゼル、同年6月に、ドンキホーテで主役を踊り、 シーズン終了後にプリンシパルに昇格した。2017年3月、ロメオとジュリエット等での成果が評価され、第67回芸術戦勝文部科学大臣新人賞を受賞。2020年3月、ロメオとジュリエット等での成果が評価され、第70回芸術戦勝文部科学大臣賞を受賞。竹内の方針で実家にはテレビがなく、小学校に上がった頃は、 本の虫だった。朝食時には茶碗を抱えながら本を読んでいたという。小学6年生の時にはバレエのほかピアノと長唄も習っていた。高校1年夏の時点でバレエの練習時間は週に16時間。バレエ一筋となったのは2003年にローザンヌに出場した後で当時は正月も休まず365日練習していたという。踊りは しばしば伸びやかと形容される。自身の目標については、技術で終わるのではなく、中から生きているダンサーになりたいと話していた。紫は演目の主役を表す。は、当該作品の初演、初日への出演、は初日ではないものの、一連の初演の中で出演したことを表す。同じ役、相方での同一演目の出演は、最初の年のみ記した。 幼少期から名古屋で過ごしたため、公式サイトなどでは、愛知県出身と書かれている。世界初演のみを問題とし、他のバレエ団や舞台で上演済みの、いわゆるバレエ団初演は無印とする。ありがとうございます。